さあ続いて、わかりました。第4位の発表です。4位、うん、4位は2003年の阪神タイガース。ああ、2003年だな。星野監督の時ですね。あ、そっか。これはね、はい、はい、190ポイントです。おお、はい、あれさっき5位が何ポイントですか。187ポイントです。このタイガース。はい。やっぱりね、はい、来ましたよ。その頃の阪神、うん、でも1位じゃないんかっていうね、そうですね、ところもありますけども、はい、うん、これはですね、はい、最初に言っとくと、うん、飛ぶボール飛ばないボール、はい、ほぼほぼ数値に関係ありません。はい、あ、そうですね。あ、だから昔の方が飛ぶボールだったんじゃないかとか、うん、飛ばないボールだったんじゃないかとか、うん、そういうのはね、このデータ上一切関係ないことになってます、はいはい、ということで2003年スタメン、はい、1番今岡さん、2番赤星、3番金本さん、4番檜山さん、5番有安、うん、6番片岡さん、7番矢野さん、8番藤本っていうね、はい、ところで代打陣には浜中、ね、11本塁打いますし、うん、今岡さん3割4分、12本塁打、はい、72打点、これ首位打者だね、多分この年、うん、で赤星3割1分2厘、はい、で金本さん2割8分クリーン、19本塁打、77打点、檜山さん2割7分8厘、16本塁打、63打点、有安38本ホームラン、107打点、うん、片岡さん12本塁打、55打点、わお、ね、ピッチャー井川がなんと20勝です。その年ですね、はい、でイラブさん13勝8敗、ムーは10勝6敗、下柳さん10勝5敗、うん、えぐいね。そうですね、うん、リリーフで、リリーフがウィリアムス52試合、うん、で久保田、あれ藤川球児いないじゃん。藤川さん17試合しか投げてないですか。そうなんだ、まだじゃあ球児が出だしなときなんだね。この時はあと吉野が56試合、うん、ね、リガン防御率 1.51、うん、安藤 1.62、 だから安藤ウィリアムス吉野だね、そのあたりってことですか、うん、リアブさんが8勝3敗、うん、ピッチャー陣もいい、えげつないね。そうですね、うん、勝率的に言うとね、もちろんバッターも3割超えが規定でね、4人もいますし、うん、広沢さんもスタメン12回だけど3割6厘、ホームラン4本、打点15、うーん、おー、まあ、この年井川投手ね、最優秀戦沢村賞とかね、もうそうだね、20勝だからね、時ですね、うん、このねスタメン発表はスタメン数が多かった選手でのオーダーだからね、はい、まあ、ちょっといろいろ微調整はありますけども、うんうん、このスタメン数が多かった人の中でのオーダーです、はい、数でいうとね、うん、これが第4位です、はい、これも強かったよ、87勝51敗、はい、1位です、うん、星野監督です。だから2005年のじゃ3年の方が入ったんですね。そうです、うん、はい、